短い時間ですけど楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。イエーイ。伏せ山です。ここに来ております。今日の合言葉はとりあえずやってみるです。今日はこの模様パターンを探求していきたいと思いますね。はい、一人一枚やってください。まず第一、規則正しいパターンっていうのをやっていきます。三角を横に規則正しく並べて書いてみましょう。用意ドン。好きなようにやろう。今日の大事なポイント一つ目、消しゴム一切使わなくていいです。何を書いたとしても自分の中で間違っちゃったかなと思ったとしても全てそれは正解としたいと思います。次、三角を横に向けて並べて書いてみてください。いい角度ですね。違う傾け方で3列目。はい、シェア4人とか3人とかでみんなの見合ってみましょう。ちょっと班のみんなが全く同じ模様だった人、全然違ったよーっていう人。あー、いいねいいね。全く同じ三角形であっても全然違う模様にそれぞれになるっていうのをもっともっと楽しんでいきましょう。紙をずっと手でくるくる回しながら三角形を自由なところに書いて模様を作ってみましょう。回しながら一回書いてもいい。書いて回す。いいね、いいよいいよ、重なってもいいよ。何も考えんでもいいよ。書いてます、書いてます。あー、面白い。今皆さんが生み出したオリジナルの模様を石に書きます。そして自分だけのアート作品に仕上げたいと思います。今日は皆さん一つの作品を作ったわけですけど、どうでしたか？よかった。難しかった。そう。だから、まあ、模様って世の中ね、いっぱいあると思うけど、皆さんでも、とりあえずやってみると、新しいものって生み出せるし、それぞれ、必ず違うものが出てきますよね。だからそれが皆さんの今正解だと思うので、そうやっていろんなものを作ってやるっていうのが大事やなと思って。で、その意思は自分ですからね、皆さん。運命の意思と今日作った模様で、自分の分身を作ったんで、そうやって見えるようにしていって、皆さんね、自分を大切にしていってくださいね。楽しかった。はい、よかったですね。はい、あのね、いろんな学習参戦はここもあるけども、こういうね、探究の授業を経験できたことは君たちにとってもね、すごく良かったん違うかなと思います。